はい、今回トヨタ新型アルファードベイファイアが発表されて、見積もりの方もできるようになってるんで、お勧めのオプション関連で、雪はこの相場、最新の今日紹介しながら、アルファードの方ですね、見積もっていきます。で、グレード変更で、パワーユニットが 2.5 リッターのガソリン、2.5 リッターのハイブリッド車で、Z のガソリン、Z のハイブリッド、で最上級がエグゼクティブラウンジで、エグゼクティブラウンジがハイビット専用車ですね。で肉の方を選択して、今回からですね、仙台 E4 しかなかったのがハイビットにも肉が追加されて、トランスミッションが CVT で、確か全グレード斜め乗車で、サンレーシートの斜め乗車ですね。223で2列目がキャプテンシートで、最新燃費が 17.5kg/L、 かなり低燃費ですよね。でボディから一番人気がホワイトパール33,000で、2番目がブラック無料、3番目が新色のプレシャスレオブロンド55,000で、アルファード専用色ですよね。こちらを選択して、インテリアカラーが2色、ブラックか、画像の方変わらないですけどね、ベージュかで、両方とも本革シートで、ベージュの方を選択して、でオプション選択、まずインテリアの方でセットオプションがあるんですよね。205,700円でフロアマット、エントランスマット、ラグマット、サイドバイザー、盗難防止機能付きナンバーフレームセットがついてきて、こちらを選択して、でグセリアに戻って、ユニバーサルステップはつけときたいですよね。66,000、メッキ加色がついて、ここら辺はもう純正品で十分なんで、ホイールは選択せずに LED フォグ、さっきのセットオプションのやつは全部チェックが入ってますね。でモデル下のパーツとかまた別動画の方で紹介してるんで、クールシャインキットもあって、これがまだ確か9月か10月に発売予定で、イルミルーフスポイラークールシャインキットがこちらですね。でエアロ関係をもスルーして、浸水ドアミラー15,400円と、ドアハンドルのフィルム傷防止に18,900円で、リアバンパー部分もフィルムですね、13,200円つけて、ナンバーフレームデラックス安い方フロントリア4,400円、ドアエッジプロテクターはつけずに、インテリア自動防原因のミラー標準でついてるんですかね、デッシュ用の場合ってことなんですかね。44,000で、イルミネーションセットがスカフイルミとピラーライトで、光悦でも付き合いますね。セットも2つけても値段一緒なんで、でインテリアイルミ、これがフット部分ホワイト29,000円で、これもつけといて、でフロアマットは先のセットオプションに含まれてるんで、ラグマットもですね。ヘッドレストピロー31,900円、フロマージュとブラックがあって、まあここら辺もセカンドシートカバーも安いですね、17,600円、ハーフシートカバーが3列シート用で77,000円、室内カーテンがまあ車中泊するときとかいいですけどね、92,000円で、フロントシェードなしが79,200円ですね。室内カーテン
ラゲッジトレイ1万7600円で、外トレイの方が同じ価格で、こちらのソフトトレイの方ですね、つけて、ここら辺はつけずに、他の車種でも合うようなオプションですね。マルチカラーインテリア色味8万300円、全7色で足元ブーンですかね。まあこれも別に、赤外線カットフィルムダークスモークの方をつけて42,900円で、サンシェード24,200円、これはサイド部分もですかね、フロントガラスのスマートクッション等々9,900円、アシストグリップセーフティセキュリティ ITS コネクト27,500円で、あとはカーカバー防炎タイプ38,000円、チャイルドシートジュニアシート関連があって、エクトニクスプロジェクションイルミカーテシイルミで、純正品にしてはかっこいいですよね。24,200円つけといて、リモートスタート65,000円、プラスサポート用スマートキー18,700円で、 LED スマートフットライトが33,000円でつけといて、ラケチ LED 38,000円、まあこれもつけといて、ナビ容量 CD DVD デッキは確か全グレードオプション設定で、まあ嫌ですよね。ナビオプション、その他 ETC セットアップつけて、で合計金額内訳カラーで、車用本体新型アルファードエグゼクティブの肉で、車用本体850万で、オプションが68,940円、ボディカラーメイクオプション込みですね、ディールオプション込みで、これだけつけて、まあキーケースとかつけてきゃまた料金上がりますけど、税金諸費用ハイビットなんですけど免税がないですね。減税もないのか、店頭引き渡しにして、同サービスと保証がつくしプラン I ですね。まあこれにメンテパックとかコーティング含めていけば1000万超えてきそうですけどね。車用本体プラスメーカーオプションリールオプション諸経費合わせて総合計金額が960万1910円、値引き額の相場的にはまあほとんどの店舗が0円みたいですけどね。まあ10万から15万値引いてくれたという店舗もあるみたいですけどね、まあ、ほとんどの店舗が値引きなしみたいですね。で最新納期で初回まあ抽選通った人で最短3ヶ月から半年っていう情報で、はい、今回新型アルファード最上級のエグゼクティブラウンジの肉の方を見積もって、お世話のオプション関連に影響はこの相場最新納期について紹介しました。